部落探訪するとそこが部落だとか童話地区だと分かるようなものがね存在することがあります。そういうものをね僕はね顔面の入れ墨に例えてるんですね。でこのことについては部落探訪動画で時々触れることがあるんだけども、今回はねこの単一の動画でちゃんと説明しようかと思います。でね、なんで顔面の入れ墨かっていうと、顔面に入れ墨を入れた人をどう思いますか。ちょっとねそのことについてね正面切って指摘しづらいですよね。でなんであなた顔面に入れ墨あるんですかって言ったらね、なんかねちょっとね怒られそうな気がしませんか。でその童話地区のね施設だとかね、例えば林保館教育集会所でそういうものにはなんか解放新聞だとかあの人権なんたらっていうね、ポスターが貼ってあったりだとか、あるいはまあ身元調査やめましょうだとかね、で中にはこの施設は童話対策で作られましたとかね、 あるいは石に刻んだ水平斜線で熱と光をとかあったりするわけです。そういうものはねやっぱり顔面の入れ墨なんです。あとは解放同盟の看板、あとは童話会だとかね、そういうのの看板が掲げられている場合もありますよね。で本当にね顔面の入れ墨なんですよ。やっぱそのことをね正面切って指摘しづらい。でやっぱりねちょっとうっとなっちゃう人によっては、そんないきなりね顔面に入れ墨が入ってる人が来たら。でおかしいのは実際そのことを指摘すると怒る人がいるっていうことですよね。あそこは童話地区だって言うと、まあものすごい怒られる、怒られるどころかもうなんかね法的な制裁を食らってしまうんです。恐ろしいですよね。で顔面の入れ墨っていうのは、まあその見たらわかるわけです。別に隠してもないわけですね。それは。もう誰でもわかるわけです。だけど、その、部落だっていうことをね、公言することについては、その、いや、そのインターネットで言うのは違うとかね、そういうふうに言うわけです。だけど、おかしいと思いません?あの人の顔面には入れ墨があるんだっていうことを言ったら、プライバシー侵害だとかね、差別だとか言ってね、言われるとしたらそれどうなんですかねって思うんですよ。いや俺の顔面に入れ墨があるということを ねあのネットで言うのは違う、もう実際に現地にあるのとネットで公言することとは違うんだっていうのどう思います。それ、ま、僕は頭おかしいと思いますよ。顔面に入れ墨があるっていう、まあ、それ自体がねものすごいインパクトがあるし、実際にその現地の人が見えるっていうことの方がよほどインパクトあるわけです。インターネットでそういうことを触れられたってほとんどの人はああそうなんだぐらいなわけです。でもその現地で見るっていう人は見るっていうことはその人が身近にいるっていうことでしょ。だからその童話地区の施設なんかにしてもね、その童話対策の施設だとか水平斜線での石碑なんかにしても、その現地にあるっていうことの方がよっぽどインパクト大きいわけです。それは実際にその地域で生活してたりね、まあそこで仕事をやってる人がその現地で見るわけですから、そのものとしてね、その童話施設を。だから当然そのことの方が当然衝撃は大きいし、まあ日常生活にも影響があるわけです。かたやそのインターネットでじゃあそういうことを誰かがね、 あそこは童話地区だとかあそこは部落だとかそういうことを言ったからって、まあほとんどの人にとってはどうでもいいというか、まあちょっと研究してる人とかね、そういうまあ政治とかそういうことに興味のある人にとってはまあ貴重な情報なんだけども、まあでもそれですぐにうわっというふうにはならないと思うんですよね。やっぱ現地にあるっていうことの方がよほどインパクトがあるんです。でさらにその上にですよ、その顔面にね入れ墨があるっていうことを公言するのはプライバシー侵害だっていうふうにね、まあ言う人が実際にいるっていうことで、まあそのことについてうわーというふうに思っちゃうわけですよね。だから本当にね、あの童話施設は顔面の入れ墨っていうのものすごいね、こう僕はぴったりな例えだと思うんです。だから僕はあの全国部落調査の裁判の時もね言いましたよ、地裁では。もう童話施設っていうのはあれは顔面の入れ墨だと。まあなかなかそれも理解してもらえないっていうか、まあ理解したら余計にね怖いんですよ、それは。理解したら余計に怖いんですよね、その顔面に入れ墨っていうのが。もうそのまあ僕はね、その入れ墨を入れる人を差別するのは良くないと思いますよ。僕はどっちかっていうとね、その銭湯なんか入れ墨禁止っていうのは僕は反対派なんですよ。別に入れ墨入れたっていいでしょって思うしね、別に入れ墨入れてる人をね、そんななんか特別視するのは僕はおかしいと思ってるんですよ。別にそんなもん入れるのは自由だと思うけどもね。
でもまあ実態としてね、顔面に入れ墨があるっていうのはやっぱインパクトがあると思うんですよ。でやっぱりほとんどの人は怖いっていう印象を抱くと思うんですよね。あの解放同盟の、大阪府連の前委員長のね、北口末広さんだってね、その銭湯の入れ墨禁止をどう思いますかっていうのでね、うん、なんかそれについては差別だとは明言せずにね、まあ時代とともにその時と場合によってそのね見方というものは変わるんだ、だから人権意識をアップデートしましょうぐらいのね、その程度の言い方しかできないんですよ。やっぱりね、その入れ墨っていうのはまあその怖いというふうに思われるのは仕方ないかなというふうに、まあ解放同盟の幹部でも思ってる節があるんですよね。うん、だからまあそういうものです。でやっぱ入れ墨が怖いとかね、ネガティブなイメージなのはやっぱりこのなんか犯罪者に対するね、なんかこう烙印というかそういう感じだと、あとあるいはまあヤクザがねちょっと自分を威圧するために使ったっていう、まあそういうね日本国内での経緯があってそういうふうに思われてるんだけども、まあそうするとね、童話施設だってまあ確かに似たようなところはありますよ。やっぱそういう童話施設を作ることで何かこのうちは特別なんだっていうふうに威圧してなんか公金を得るっていう、まあ実際にね、まあそれに近いことがあったわけですよ童話対策の時代はね。だからそこがなんか言えてみようというか、やっぱね顔面の入れ墨っていうこの表現がものすごいしっくりくるんですよね。うん、だからまあ少なくともね、いやまあ入れ墨をあることについてどうこうね、怖がるっていうのはそれはそれでおかしいんだけども、だけどやっぱりねそのね、うん、俺の顔に入れ墨があることを公言するのはプライバシー侵害だって言って言うのは僕はおかしいと思う。少なくともそれに関してはもう間違いなく僕はおかしいと思いますからね。だからやっぱりこの顔面の入れ墨理論、これについてその部落の場所を公開するということをプライバシー侵害だっていうことがいかにおかしいか、まあ童話地区部落にその童話対策をやったと分かるようなものがねこれ見よがしに置いてあるっていう状態っていうのはいかにおかしいのかっていうこと、まあそれを表現するまあ比喩としてね、例えとしてこのね顔面の入れ墨っていうのはものすごい的確な表現だと僕思うので、この顔面に入れ墨、この表現ね、ぜひね皆さん使っていただきたいと思います。いいですか、繰り返し言いますよ。童話対策施設、水平社宣言の石碑とかね、解放同盟の看板、そういうものが部落にあるのはこれは顔面の入れ墨と同じです。ということで皆さんね、お聞きくださいましてありがとうございました。